マクドナルドは9月4日から月見バーガーをはじめとする秋の期間限定商品を販売します2024年はバーガーマフィンが7種類スイーツが2種類サイドメニューが1種類というマクドナルドの月見ファミリー史上最多の全10商品が登場どどれから食べたらいいんだ発売前に特別に商品を見学一部試食してきた編集部が 日記事にわたって商品を紹介していきます。前編では全7種類のバーガーを写真で紹介します。画像、ふわっふわの、芳醇ふわとろつきみバンズに注目。定番の、つきみバーガー、シリーズに、完全ニューフェイスが登場。定番の、つきみバーガー、チーズつきみ、朝マック限定の、つきみマフィンに加えて、2024年は完全ニューフェイスが登場。その名も、 宝純ふわとろ月見です。大きなポイントは2点。まず1つ目は、月見の代名詞である卵の他に、バターとガーリックの風味が効いたスクランブルエッグ風フィリングが加わっていること。実質 W の卵が入ってる月見なんて贅沢すぎるよ。そしてもう1点、このために開発されたという新登場のバンズ。焼いて作る通常のバンズと違い、焼きと蒸し、スチーム、 の製造工程を経て作られており、一口かぶりつくとそのふわふわもちもち食感にびっくり。ふわもちバンズかけるトロトロスクランブルエッグ風フィリングとの相性も抜群でうなってしまいました。今までの月見バーガーの香ばしいバンズとはガラッと印象が違う一品です。夜マック限定のバイバーガーにも月見がめでたく仲間入り。夕方5時からの時間限定で、 好きなバーガーにプラス100円または200円でパティを倍にできるバイバーガー昨年まで月見シリーズはその対象外でしたが月見もバイバーガーにしたいという要望が多かったそうで2024年はついに仲間入りを果たしています定番の月見バーガーチーズ月見そして新作の芳醇フワトロ月見でパティを倍にすることができます 後編では、進化した、新、月見パイをはじめとするサイドメニューを紹介します。月見ファミリー2024の全商品は9月4日から期間限定の販売です。